あ、じゃあ、キャルトンか。よし。あの、おい、ボールから目切るなよ、絶対。よし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 。これあとお前らと一緒かよ。マスター、マスター、止まる。大島。大島。声かけよ俺。はいはい。お二人にとってあの小倉監督ってどういう存在だったんですか。まあお父さんみたいな優しい存在です。時に、まあ、厳しく指導してくださったりするんですけど、本当にお風呂とか。うん、一緒に入ったりするんですけど、その時は背中流して、はい、お父さんみたいな感じです、小倉監督から言われてこうなんか心に残ってる言葉とかってありますか？なんか練習は嘘つかない、一生懸命やれってかっこいい男でいれっていう言葉、はい、監督さんの下で野球やりたいっていうのもこの高校を日大三高に決める理由でも一つでもありますし、やっぱこの高校を選ぶときに、まあ、ここに見学来たときに、あの監督さんと話したときに、まあ、改めてここに行きたいって思ったし、監督さんというか何か学んだこととか何かありますかね、はい、やっぱり監督さんから学んだことはやっぱり一生懸命やるっていうことです。人が見てなくても見てても変わんないで一生懸命やるってことを教わりました。退任を聞いたときにはどういった気持ちになりましたか？結構ショックでした自分は。でもミキさんも監督さんと同じような方なんで、うん、熱い方なんで、うん、一緒に甲子園を目指していきたいです。ああいった監督さん、ね、選手の距離感とかマネージャーの距離感、あんだけ近い監督さん珍しいと思います。その辺どうですか？そうですね、監督さんの本読んでここに行きたくて来たので、やっぱ3年間監督さんと一緒に過ごせて3年で幸せでした。はい、世界で一番の監督さんです。監督って言われるとなんかあまり話しにくいとかそういうイメージがあったりすると思うんですけど、監督さんは常にあの選手にもマネージャーにも親身になって話しかけてくださって、自分からでも関わりやすい姿勢を作ってくださって、親しみの胸から親しまれる監督さんです。いただきます。これもだろ、でもいい、はい、これを残りいい、ありがとうございます。できます。今後2人でどっか行ったりする予定あるんですか？決まってんだろお前。あ、行くよ。どこに行くんですか？まあまだどこ行くか決まってない。全国のね祭りとか見に行きたい。冬なら北海道に時計台の近くで、名前は忘れちゃったんですけど、雪で建物を作ったりをがいっぱいあって雪まぶる雪まぶる、あ、これ雪まぶるんだろ。何だなんか今だってなんかやけにちっちゃい話みたいな、うん、あれもすごいよね、スケールでな、うん、行ったことあるの？行ったことあります、うん、あるんか、はい、自分早めに結婚考えてるんですけど、何歳の時までにこうした方がいいっていうのはありますか？俺は参考にならないと思うよ。俺は結婚早かったよ、24、25になる3月、俺が4月だからの誕生日だからもう25だけど、で俺結婚したけど大恋愛すりゃいいよ、恋愛で、はい、うん、俺見合いだもん母ちゃんと、早く結婚したいの、はい、本当か。どういう人と結婚したいの？やっぱ綺麗な人、やっぱこっちがだけだ、気持ちの、ただ顔がいいからだけじゃやっぱり気持ちのいい人な、やっぱりいいっていうか優しい女性がいいな、優しい女性。だから自分の人生自分で、ね、最高の人生作んなきゃダメだよ。でもあのウィキペディアには57でだと思う。監督さんが監督やった年のワイン。
ロードバイク、ロードバイク。ロードバイクって10万円するから。いやいや、2万9000円だって。いっぱい入ってる入浴剤。こうしていくと、拾わないと入っていくわね。手紙何枚ですかね、はい、10枚ですね。10枚、はい、現地手紙にした理由って何かありますか。いや自分本当監督さんとの思い出って、うん、この手紙にも本当書ききれないぐらいたくさんあって、うん、本当は直接伝えたいんですけど、うん、なんかね直接言ったら本当自分が涙が出ちゃうんじゃないかみたいな、ちょっと、はい、恥ずかしくて手紙で、うん、まあ、間接的に伝えることしか自分にはちょっとできないかなと思って。一番伝えたいこととかあります。一番伝えたかったのは秋の負けた時の思いですかね。やっぱり秋負けて先発消えたとか素顔に勝てなかったっていう悔しさももちろんあったんですけど、一番はやっぱり監督さんが定年っていうことはキャプテンの二宮とはもう大会前から喋ってたんで、終わった瞬間なんかもう監督さんと一緒に公式戦戦えないんじゃないかなみたいな、なんかそういう思いがガーッと出てきちゃって、もう神宮で本当にキャプテンと一緒に涙流した時はそういう意味が強かったのかなって、やっぱそれを監督さんに最後伝えたくて。おはようございます。おはようございます。いよいよ今日31日ということでどうですか今心境というか。まあどうってことはないんだけど、まあ最後でね、最後ユニフォームこれが最後なんで、選手たちにねいい野球やってもらいに指示させてもらいます。今日は、練習試合、はい、対戦相手は帝京高校さんで、まあ、最後の、うん、まあ、目標にしてたっていうか、何回も跳ねのけられた帝京さんと、まあ最後ねここでやれるっていう、それでまた神宮第二球場でも最後のゲームを帝京の前田監督とやらせてもらったのもあって、なんかそういう面で自分って本当にいい星のもと生まれてるなって思いますね。はい、いい縁を感じます。最後だなって思いありますか今、ね、まあ、最本当最後なんですね。だからグラウンドに出ると違うのかな今この会社だともう一つなんですけど、グラウンドに立ったら最後だって出てくるかもかんですね、はい、38年間の、ね、監督で、ね、そうですね、38年間の、はい、最後の日なんで、いい日にしたいと思います。この日来ちゃったなっていう感じはありますか、はい、感じます勝って送ってあげたいなっていうのがやっぱ一番です。監督さんがずっと話でも打倒帝京でやってきたって言ってたので、やっぱ今日は勝っていい最後を締めくくってあげたいと思います。絶対負けられないんで、今日選抜準決勝ですけど、それで熱いゲームでしたいです、うん、すごいことになってきた。お待たせ。
れ行くのか。オーケー、ナイスバッター。はい、どっちかって先っぽ。でもあれお前がこれ先だけど、いいな、お前はここ。よっしゃ、入った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 、ナイスアウト。はい、はい、ここ中から打つの。レッツゴー、お前が決めろ、お前が。気持ちいい。やばい。お前ら落とすなよ。ああ、せーの、イエーイ、イエーイ、イエーイ。危ねえよ、お前ら。めっちゃ来そうな、お前ら。はい、どうもありがとう。いやー、プレゼンならお前、打ってもらいたかったな。先生が。ありがとうございます。ありがとうございました。メッセージが何か書いてある。どうも、どうもありがとう。みんなどうもありがとう。すいません、朝また広げちゃったの。あ、どうも、あ、失礼します。それでは電気つけて、このユニフォームを着ることはもうこれはね、着ることないですね。着ることないですか。このユニフォームは着ることはないんで、もう記念にっていうか撮っときますけど。特別な感じですかね、日大三高のユニフォーム。そうですね、やっぱり自分が現役の時に着たユニフォームだっていう、それをまた監督で着れたってことがやっぱり幸せですよね。今ユニフォーム脱がれて実感どうですか。いや、実感ってなんか明日になったら出てくるのかな、やっぱり。なんか明日の朝起きてどうなんだろう。そうですね、まあ、まあ正式には31日、3月31日今日まで、はい、まだ脱いでもこの合宿場にまだいますからね。でも本当に明日だと監督、もう監督じゃなくなるんでってことですよね。はい、本当に監督っていう名前のなくなった小倉ってどうなるのか自分自身楽しみです、ね、2回優勝されて、ね、日大三高を名門校にしたのは監督だと思うんですけど、ここまで実績積み上げたっていうのは満足感みたいな。いや、自分でもね、そんな満足感というか、任された監督を一生懸命やったって、その結果がまあ優勝もできた、させてもらったっていうぐらいですね。自分はね、そんな俺がやったんだなんていうのもないですね。なんか選手たちと一緒にやれた、なんか幸せ感の方が強いですね、自分は。なるほど、はい、選手たちとね一緒にやれたっていうことの、それで選手がもういつになっても監督打ってて帰ってきてくれる、なんか幸せ感ですね。いいよ、だから僕電話つぶちゃっていい。はい、緊張しました。練習をして、一生懸命に何事もやる、いい。
周りから応援してもらえる人間、気持ちも見た目もかっこいい男であり、かっこいい女性な。いいマネージャーもだ。ルール守んなダメだぞ。裏表のある男じゃダメ。いい。悪いことは悪いで自分で、良心ってもんがあんだから、これはやっちゃいけないこと、これは やるべきことって自分で判断しなきゃ。みんなが良心ってのを持ってんだから、良心持ってんだけど人間って弱いんだよ。自分でやらなきゃいけないことを忘れて楽しちゃうんだ。これが人間の一番弱さなの。でもそれを自分に強く、それでまた仲間がまたそれを引っ張っていく。それで1年、新2年生だ。今日から1年生入るから。いいか、自分が優しくしてもらったことはしっかりと伝えるんだよ、優しく。もし嫌なことがあったら、嫌なことは絶対に下に伝えない。みんなのこの2年、3年生は、卒業した3年生、今度3年になるこの今の2年生は、みんなに優しくして面倒見てくれたんだから、それを同じようにやっぱり1年生に伝えることだと。新聞にもな、どこの学校がいじめがあっただとか、携帯の使い方のマナーができてねえとかっつって、そんなことばっかりだぞ、今。絶対それダメだよ。いいか、これだけはみんなしっかり、俺から最後、みんなにお願い。で、昨日はなんだ、みんな、俺に何くれたの？俺が開けた方がいい。どう？全自動コーヒーメーカーなんて、お前らみんな舐めてんじゃねえか。俺がコーヒー入れらんねえと思ってんだよ。こんなの用意してくれたの。なんで俺がコーヒー入れらんないって言ったからか。練習しなきゃいけない。じゃあこれで、美味しいコーヒー俺が入れて、うちの母ちゃんと一緒に飲ませてもらいます。ありがとう。ね。で、3年生は、この夏優勝して、あ、優勝して甲子園で一番最後までいて、余裕ができたら、九十九里の俺んち遊びに来い。な。そしたら今度、夏終わって、俺んち来たら俺が美味しいコーヒーこれでみんなに入れてやる。な。え、優勝したら来いよ。優勝しなかったら来なくていい。いい、3年生。いいか、また俺と海に行って、九十九里で一緒に焼き山でも食べようじゃないですか。ね、まあ、そんなのちょっと夢見てみんな頑張ってよ。夢に向かってだ。いいか。じゃあ、お前頑張ってな。頼むな。じゃあ、どうもありがとう。じゃあね。よっしゃ。はーい。じゃあ、頑張れよ。打てよ。はい、岡本打てよ、お前。はい、頼む、寝坊すんなよ。はい。うん。はい、ナンバーワンだぞ。はい、いいか。じゃあ。じゃあな、頑張れ。いいか、横山、横山も頑張ったぞ。はい、ういっす。違います。ああ、やっぱりね、いつもだったらまだまだ明日がある自分だけども、これでもう全然世界が違うわけですからね。自分もう終わったなっていうな、終えたなっていうね、それはありますね。
うわ、鼻いっぱい飛ぶって。ただいま。犬のお手迎えだな。お二人様、長い間お疲れ様でした。ただいま帰りました。本当のお帰りなさい。本当だな。で今お母さんに帰ってきて何て言うかなって、ね、悩んでたんだけどお言葉がなく言葉もなく私今そこで見ててね、うん、あら打ち忘れちゃったんだ通り過ぎちゃったと思ってああ裏から来なかったなんで玄関から入って打ち忘れちゃったんだと思ってこれ誰だ字の上手な子が書いたんだよねこれまたあるだろうあコンピューターかいや安田だよコンピューター言っちゃいけないねへえ、なんかまやわ偉いな、今の子たちっていうのはこれは1年生か、こっちはしたもんだな。字はうまいね。手紙。これやっぱこっちはこのあいつの字だな。うん。なかなか監督だけの思いで10枚って書けないですけどね。10枚書いてる。10枚。俺よりずっと字あれだよ。俺より文章がうまいよ。こうやって選手たちが監督とやって。うんねまあ、2年間だけども良、かったです嬉しかったですとかね、うん、で監督の教え絶対守りますってやるとやっぱりねああまあ頑張ってくれってまあ自分はこうやって上がった身なんで頑張ってくれってしかないけどもでもありがたいですよね自分のことをここまでこうやって思ってくれてるでまた監督の教えをってこう言ってくれるっていうのはね自己泣くっていうかねうん、まあ選手たちの事故も事故というか怪我もあったりしたけど、うんね、まあ不祥事もなくやれたんでよかったね、でもご苦労様ってのはねまだまだだよねなんでだってこれから2人でいろんなことしていかなきゃ、ね、まあそろそろだけどさ、うんまあ、人生明日カオケに入る前の日にお疲れ様言わないとね。まだまだこれからっていう。そうです、これからね、うん、2人して何することもないんだけどね。でも第二の人生ですもんね。人生後半最終になってきてるんだけど。うんこれから何するっていうことなくただ笑っててくれればなと思う、うん、なんか一生懸命笑ってやっててくれればなと思いますけどね、うん、電源じゃなくて取ってやってみましょうこれじゃダメなの落ちてくるよ今来たさあ今日怒ってやんなきゃねこれにこんな難しいのああなんとかできたよかった大変ですねやったことないことやるっていうのはもう本当美味しい。
そうだわ、苦労して入れたんだもん豆がいいのよでもまあ選手が送ってくれたコーヒーメーカーで飲むコーヒーなの、美味しい、今日子供たちに電話入れたら美味しいって、二組は電話するよ、うん、コーヒー作るのが汗かいちゃったよ